北方に停まります。これから渡る一の時計は長さ445メートル、高さ17メートルもなる石造りの橋脚が特徴の鉄橋です。幹線橋は東洋一の規模を誇り、100年以上経った今でも優美な姿を見せ、建築的、文化的価値にも大変優れております。またこの鉄橋は絶景の撮影スポットでもあり、橋のたもとではたくさんのカメラマンが撮影を行っております。
Thank you.
ございましてありがとうございました。まもなく色とりどりの花屋さんを誇る川上町北方に到着いたします。お出口は左側です。北方の夏を代表する観光スポットとして三宮高原ひまわり畑がおすすめです。東北三大級の約200万本のひまわりが咲き誇る高原の鮮やかな一面の緑に黄色のひまわりの絨毯がきらびやかに輝く光景がまさに絶景です。ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。停車時間が短くなっておりますので、お降りのお客様以外はご乗車のままお待ちください。まもなく北方、北方です。お出口は左側です。Thank you.